Nagumo 中将. What? そんなことで 通常演習ができるのか? この若い将軍は 戦闘協議を無視するものですから 自分は 長官の 作戦計画通り そして 米軍が 真珠湾から撃って出ると同時に 我々のこの 空母を差し向けたというわけです それで 米軍の部隊は 真珠湾から向かったのではなく ミッドウェイの北東で 待ち伏せしていたのです 機動部隊がミッドウェイを爆撃している隙に 米軍は 日本軍の空母を 3隻 米軍が我々の作戦行動を読んでいない限り そのような攻撃はありえんだろう もう一度やり直した だが今度は 敵の空母を真珠湾から派遣するように はっ!